白虎七星子タタラ。数十年も会えぬままに白虎の巫女鈴乃との愛を貫いた生涯。今時を超え互いに抱き合うその姿を、圭介は自分の妹宮香様と玉褒めの姿にダブらせてしまうのでした。命を懸け巫女を守るが七星子の定め。いたずらな運命は今ちりこの上にその影を落としたのでした。この体は隙だらけだな。この身星がこれから存分に使わせてもらう。チリコ、お前が身星ってどういうことだ。身星は今、その法王の肉体は死んでしまったので用はない。わしは数々の邪法を体得したが、代わりに肉体を失ってしまった。だから気に入った肉体を乗っ取って生きていくのだ。特に子供は入りやすい。子供でもチリコは賢いのよ。乗っ取られたりするほど意志の弱い子じゃ。あいつ今 G 消えとるんや。今の状態やったらナスがママやで。まずいで。これはそう、ユイ様が聖竜を呼び出すまでわしの魔獣と遊んでもらうよ。うん。この結界から出ては危ないのだ。下手に戦えばチリコを殺すことになるのだ。どうしよう、ユイちゃんを止めに行く前にチリコを元に戻さなきゃ。ミヤカ、いやー、ちょっと何すんのよ。パンツ見えちゃうじゃない。うん、ミヤカ。足音がどんどん遠くなっていく。ユイちゃん、戻ってきて。ユイちゃん。ユイ様、どうなさいました。儀式の間はもうすぐです。うん。ねえ中子、私のこと愛してる？ええ。あなたは私にとって大事な方だ。あなたの望みは私の望み、私の夢。ずっとずっと昔から待っていた。でも、あんたは私がこの世界に来てからずっと面倒見てくれたんだもんね。ねえ、あんたは何か願い事ないの？何でもいいよ。三つの願いのうち一つはあんたにあげるよ。ありがとうございます。さあ参りましょう。ユイ様。スボシ、いつ戻ってきたの？友をそれで随分派手にやったようだな。亡骸を確認に行った者がそれを拾ってきた。青龍の召喚までユイ様もいろいろと用意がある。お前も手伝うがいい。この娘を一瞬で一ひねりすることなど我が術をもってすれば他愛もない。だが、そう簡単にお前たちの大事な巫女を殺してはかわいそうだ。たっぷり可愛がってやろう。卑怯者、ミヤカを返せ。お前が玉褒めか。中子様から聞いた通りの男らしいな。だが、この子供にはお前ほどの精神力はないと言える。諦めろ。ミヤカ！くそ、ドライもできへんのか。スバル、あの術使えるか？え？使えるなら俺にかけろ。何言ってんだよあんた。そんなことしたら
あんたもタタラのように寿命が縮んじまって死んじまうかもしれないんだね。こいつらをほっとけるかよ。この年老いた体じゃ満足に術も使えねえ。今使わなければいつ使うって言うんだ。安らかな寝顔だね。ああ私も付き合っていいかい。どうせ止めても効かんのだろう。やめろ。シリコ聞こえる？シリコお願い、私の声を聞いて。うるさい。シリコ、シリコ、頭がズキズキする。貴様一体どこから。さっきからいたさ。今のは平たく言いや瞬間移動ってやつでね。白虎七星矢とか貴様の得意技だよ。でーおっしょー。わったく世話のかかる弟子だなおめえは。ミヤカ大丈夫だ、今傷を治す。おっさん、なんで突然若いねん。さては年寄りの皮かぶっとったな。なわけねえだろ。私が術で肉体の時間を90年前に戻したんだよ。母ちゃんセクシー。私に任せて。オンニカーテラワンニスミヤカ。ニコマン。あ、肉体の時間を昨日に戻したんだよ。声出るだろ。あの青龍の巫女を止められるのはあんたしかいないんだよ。私たち白虎七星矢のためにも、死んじまったタタラのためにも必ず止めておくれ。スバルさん、そうはさせるものか。今すぐ皆殺しにしてやる。魔物を呼び出しているのだ。それも最大級の。少し、少し揺れてない？大丈夫です。朱雀七星矢は追ってこれません。いよいよ青龍を呼び出すんですね。うん。なんかびっくりだね。本当にこうなるなんて。本当はさ、さっきからちょっと怖いんだ。大丈夫です、ユイ様。落ち着くまで、俺がこうしていますから。怖いのは自分。取り返しのつかないことをしようとしているんじゃないかって。でも、きっと遅いのね。何やあれは！チリコは！逃げるんだ！やめてチリコ！チリコ目を覚ませ！チリコ！チリコ目を覚まして！チリコ！チリコ！チリコ思い出して！これまでだな。やめろや、チリコ！
チリコ。タスキさん、お願いします。僕を。僕を。燃やしてください。お前。早く出ないと、こいつは。こいつはまた皆さんを。何アホなこと。そんなことできるはずないやろうが。こんな小僧がわしを抑えられるはずがないわ。よし、今傷を治してやる。ダメです。そんなことをしたら僕の中のこいつまで助かってしまいます。チリコだって死んじゃうよ。いいんです、僕はこのままで。すみませんでした。僕ほとんどお役に立てなくて。何言ってやがる。こうして俺たちを助けてくれたじゃねえか。そうや、お前は弱虫でも役立たずでもない。ミラカさん、早く行ってください。青龍の巫女を止めないと。でもだから行くんだよ。この子の行為を無駄にする機会。行ってください、ミラカさん。ユイ様、祭壇へ。ミヤカ、いよいよだよ。いよいよ青龍を呼び出す時が来たんだ。タスキさん、ミツカケさん、僕に構わず言ってください。一人では寂しいだろう。もう少しそばにいてやる。お前はむっちゃ強い男や。こんなええ男見たことない。皆さんにありがとうって。ゆいちゃん、青龍を呼び出したら私たち
もう元の友達には戻れないかもしれないんだよ。そう、儀式の間はどっちにあるんだ。下手に動くと危ないのだ。そう簡単にユイ様のところへは行かせないよ。ソイ、個人的にあんたは嫌いじゃないけど、これは全てあの方のため。私は中子のためなら悪魔にでも身を売れるのさ。お嬢、ここは俺が引き受けた。お前たちは早く行け。行こう。待て、おっと、ここから先は行かせないよ。どうして心がこんなに揺れてるの。心のどこかで誰かがやめろって言ってるみたい。やっと宮家に仕返しができるっていうのに。本当にここが屋上に繋がってんのか。多分なのだ。キキ、聞いたのだ。私の気を受け止めて一瞬で分散させたか。さすがは術者だな。本当なら死んでいるところだが。中子、そこをどいて、ユイちゃんを止めなきゃ。お前たちに礼が言いたくてな。礼？お前たちは本当に愉快だったよ。なあ玉褒め、お前の家族をあそこまで残虐に巣星に殺させたのはなぜだと思う？ひどければひどいほど我々を許せなくなったろう。朱雀の巫女がそう思い動かなければ、またユイ様も動かない。そうしてお前たちはいつも計算通りに行動を起こしてくれた。他の青龍七聖士とも相打ちしてくれたしな。ユイ様には私一人がいればいい。願いはたった三つしかないんだからな。本当に感謝するよ。おかげでこうして青龍を呼び出すことができるのだから。ふざけるな！そういえば朱雀の巫女の唇は随分柔らかかったな。どんな口づけだったか教えてやろう。タマホメ！からかいがいのある奴らだな。そんなに隙を見せていては私は倒せんぞ。覚えておけ。感情に支配されるのは愚か者だということを。待つのだ。なぜあんたは苦闘国についているのだ。その目、その髪の色、14年前苦闘国の領土拡大の折ことごとく滅ぼされたはずだった金属の特徴そのものを。もしあんたがその生き残りなら、なぜ苦闘国についているのだ。青龍に何を望んでいるのだ。何の話かわからぬが、儀式は始まっているので執行する。あ、ミヤカちゃん。ユイちゃんがあの向こうに。ユイちゃん、誰もいない。なんでだ、ここは屋上じゃ。あれを見るのだ。ユイちゃん、あいつたばかりやがった。ユイちゃん、ダメ、青龍を呼び出しちゃダメ。青龍よ、天より我が元へ降り立ちたまえ。
してるんだ。恋の相手かな。目が合った瞬間、でもそれは私だ。嘘よ嘘、あなたかけてくる。青龍が舞い降り、この世に邪悪な力がよみがえった時、ミヤカ様は巫女の力を失ったと同時に、ユイ様をも失ったのです。戦乱が愛や希望を押し流す濁流となって、天と地を覆い尽くそうとしていました。次回、分岐の光。この思いだけはいつまでも。